シュラマル。なるみさん、結婚式に行くのよね。私も一緒に連れてって。私結婚式って参加したことないんだけど、白いドレスってダメなんだっけ？本当は白が良かったのに、残念だな。結婚式には行くけど、あんたは連れて行かない。白色のドレスを着ようとする常識知らずな人とは関わりたくないし、そんなことも知らないなんて、どうやって生きてきたわけ？だって、結婚式に参加する機会がなくて。あ、でも別に友達がいないとかじゃないから、旦那の仕事の関係で遠くに引っ越してきたから、友達の結婚式には行けないだけ。心底どうでもいい。あなたに友達がいてもいなくても、私には関係ないし。さすがクールななるみさんだな。それで、結婚式ってどこであるの？あなたには関係ないでしょ。何を勘違いしてるか知らないけど、連れて行かないし、というか連れて行けないし。え？どうして？当たり前でしょ。ああ、もしかしてアレルギーの心配とか？確か招待状に食べられないものとか書いて送るんだよね。私嫌いなもの多いから、後でリストにして送るね。これで不安材料もなくなったし、一緒に行こう。いや、何言ってんの。あんたが心配するのはそこじゃないし、招待されてないと参加できないってこと知らないわけないよね。それともそんなことも知らないアホなの？またまたそんな意地悪言っちゃって。別に連れて行くくらいいいじゃん。ちゃんとご祝儀だって払うし。そういう問題じゃないんだよ。私は小さい頃から変な人に好かれやすい体質で、ろくに友達もできなかった。へえ、そうなんだ。そんな中、唯一の学生時代からの友達、本当に大切にしてる。いいこと。だからそんな友達の前に、あんたみたいな常識知らず連れていけない。同じ空気だって吸わせたくないし、結婚式に参加したいだけなら他当たれ。今はそういうアルバイトとかもあるらしいし。少しくらいいいじゃん。私常々後悔してることがあって、なんで今の旦那と結婚しちゃったんだろうってずっと考えてて。知らねえよ。自分で選んだ結果だけ一生一人で考えてろよ。それで周りに迷惑をかけるのはやめろ。自分の旦那の愚痴をそんなに喋ったこともないママ友にペラペラ喋るなんて、あんた相当頭弱そうだね。だってなるみさん離婚したでしょ。やっぱり結婚したことを後悔して離婚したってことよね。シングルマザーで育てるのとか大変だし。確かに大変だけど、これは私が選んだ道だから、他人がどうこう言うことじゃない。男を見る目がなかった。ただそれだけ。私は自分の人生に後悔なんてしてない。不倫するようなクソな男でも、出会ってなければ娘もいなかったわけだし。私の旦那もなよなよしてるっていうか、ちょっと特殊っていうか、別に給料が高いわけでもないし、新しい男を見つけようかなって。ゲームみたいにリセマラできれば楽なんだけど。何それ。リセマラっていうのは、いい結果が出るまで何回も繰り返しガチャとかを引くことだよ。そこじゃなくて、自分の旦那にケチつけて現状に文句しか言えないなんて、ほんとクソだな。旦那さんのことが好きじゃないなら早く離婚すれば。そんなチャランポランな気持ちで結婚したお前が悪い。旦那さんやお子さんはかわいそうだけど、あんたみたいな親がいる方がもっとかわいそうだからね。だから私は今回結婚式に行って、次の旦那候補を見つけないと。フリーの人もいっぱい来るだろうし、それで顔も良くてお金持ちで子供のことも愛してくれる人を探すの。堂々と不倫宣言って本当に頭悪いな。それになんで不倫したやつが子供の親権をもらう気満々なわけ？そうなったら親権は旦那さんに行くでしょ。それは困る。もし不倫したら内緒ね。子供にも母親は必要だし。あんたみたいなクソな親ならいらないね。早めに別れて旦那さんと暮らした方が絶対いい。男漁りたいならしっかり離婚してからしろよ。とりあえず結婚式には行くから、当日は現地集合でね。私の名前はなるみ。タワマンに住むシングルマザーです。私は小さい頃から変な人に好かれやすい体質で、恵子さんみたいなバカがどんどん寄ってくるんだよね。ほんといい加減にしてほしい。そんな私の学生時代から今も連絡を取ってる友達、すごく稀な存在で、結婚することを喜んでいたんだけど、こんな LINE が来て最悪な気分。一緒に結婚式に行くとか言ってるけどさ、常識なさすぎるでしょ。それから LINE は無視してたんだけど、やらかしたんだよね、あいつ。結婚式当日、呼ばれて飛び出て、じゃ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 ーん、恵子様参上。
今日の結婚式は10時半からでしょ。もう会場の近くにいるから早く早く。ハクション。はい、帰れ。あ、ちょっと私のこと返そうとしないで。今日は一緒に結婚式に参加して男あさりまくるんだから。そこら辺歩いてる男勝手にあさってろよ。私の友達の結婚式をめちゃくちゃにする気なら許さない。勝手に式場に入ってきたらボコボコにしてやるから。まったく冗談が好きね、なるみさんは。ふざけたこと言ってるだけかと思ってたけど、本当に来るなんて常識ないんだな。今すぐ帰れ。帰らないなら警察を呼んで強制送還させてあげようか。呼ばれた人しか参加できないなんてどうせ嘘でしょ。私が世間知らずだからって騙そうとしてひどい。結婚式に友達を連れてきちゃいけないなんて聞いたことない。だいたい呼ばれてないなるみさんのお子さんは参加するんだからバレバレの嘘。子供は身内だし一緒に来て当然。なんなら子供も一緒にって誘われてるし。はいはい、嘘っつー。とりあえず合流しようよ。私は招待状持ってないからさ。私もう中にいるから。頼まれて受付してるし、今はもう一人の受付の人に任せてるからすぐ戻るけど、こんな意味のわからない LINE が来て慌てて返信したわ。なら私も中に入っていい？式場に一歩でも入ったら警察呼ぶからな。お前ほんといい加減にしろよ。お前は参加できないって何十回言ったらわかるんだよ。どうせ脳みそ空っぽで何も入ってないんだから、それぐらい頭に入れろ。あんたは結婚式に参加できない。呼ばれてない人は結婚式場に入れない。1000回復唱してから帰れ。そんなこと言わなくてもいいじゃん。会ったことないお友達の結婚式を祝ってあげるんだからさ。私ってば優しい。警察に連絡した。え？早く逃げた方がいいんじゃない？それはやばいって。もう本当に最悪。髪のセットとかドレス代とかいろいろかかったのに。なるみさんなんか大嫌い。気が合うね。私もあなたのこと大嫌い。それじゃあバイバイ。警察に連絡したっていうのは嘘。せっかくの友達の晴れ舞台をこんなことで邪魔されたくない。警察に連絡されたと思って恵子は慌てて逃げていったよ。走って逃げてヒールが折れてドレスが破けたって LINE が来てたけど、悪いことしてないって胸張って言えるなら警察から逃げたりしないでしょ。自業自得ってやつ。次の日。昨日の結婚式はいかがでしたか？なるみさんのお友達の結婚式でしたよね。結婚式は最高だったよ。すごく幸せそうだったし、私も泣きそうになっちゃった。そうだったんですね。うん。なんだか様子がおかしいですね、なるみさん。え？別に普通だけど。私の目はごまかせません。同じママ友の私に相談してください。普通のなるみさんだったら、もっと元気に、うん、また早く会いたいな。今度はお互い子供がいる状態でね、とか言うはずなのに。相変わらずあんた私のことよく見てるね。なるみさんが私を痴漢から助けてくれた時からずっと見ています。なるみさんのことで知らないことはなくしていきたいです。例えば体中のほくろの数とか数え合いっこします？それは遠慮する。相変わらずだねあんた。だって痴漢から助けてくれなければ私はその人の腕と胴体を永遠にさよならさせて、今頃家族にも会えずに塀の中で過ごすことになる反面に、そんな私を助けてくれたなるみさんは神様。こんなの崇拝せずにいられますか？もうその話は聞き飽きたって。だいたいあんたの考えが物騒なんだよ。もう慣れたけどさ。それで何があったのか教えてくれます？ああ、まあ結婚式に参加しようとしてくるバカがいてね、呼ばれてもないのに当日式場に来てさ。なるみさんのその言い方から察するに恵子さんですね。あいつおとなしくしてると思ったら陰でこそこそとそんなことやってたのか。どいつもこいつもなるみさんの邪魔ばかりしやがって、ここいらで見せしめで血待つ。また物騒なこと考えてるんじゃない？ほどほどにしときなさいよ。あ、すみません、なるみさんの前で私。とりあえず他の人に迷惑をかけないように私から釘を刺しておきます。いいですよね？くれぐれも危険なことはしないこと。わかった？私のことを心配してくれるなるみさん、好き。私に考えがあるので任せてください。私のなるみさんに近づくハムシはどう調理してやろうか。1ヶ月後、ゆりとけいこの LINE。 なんでここにゆりさんがいるの？今日助っ人が来るって聞いてたけど
まさかユリさんだったなんて。どういうつもり？こんばんは、ケイコさん。ケイコさんが合コンを開くと聞いたもので、私も今日は助っ人で参加しました。人数が足りないということだったのですが、迷惑でしたか？いや、迷惑っていうよりあんた既婚者でしょ？もしかして、あなたも旦那さんに飽きた口？お前と一緒にするなよ、クソビッチ。お前みたいに次から次へと男を乗り換えるような、股が緩い女と一緒にされるなんて不快です。なんか明るいテンションですごいこと言ってない？私、高校に参加したことがなくて、社会勉強のつもりで参加しました。旦那にも許可を取ってあるので、ご心配なく。へえ、そうなんだ。恵子さんも、常識知らずのバカ女ですから、社会勉強のつもりで参加されたんですか？バカ女！いつまでもトイレにいないで、早く来てください。私も知り合いがいないと寂しいじゃないですか。まあ、仲間同士仲良くしましょう。ここで素敵な男をゲットするんだから。旦那に説明してきたって嘘なんでしょ？ここはもう一連卓章で頑張ろうね。旦那にはちゃんと全部説明してきましたよ。それに私は旦那と信頼関係がしっかりと築けていますから。あと、長居する気はありませんしね。はいはい。とりあえず男あさり頑張ろうね。私が戻らないと一人で不安だろうし、もう戻る。さっきまでは不安だったんですけど、顔見知りの方が一人来てくれました。顔見知り？今日はママ友呼んでないけど。恵子さんの旦那様です。はぁ？旦那？そうですけど、ダメでしたか？そりゃダメに決まってるでしょ。旦那に秘密で男を見つけに来てるのに、その合コンに旦那が参加なんて。というか、私の子供は？旦那に面倒を見てもらうように頼んでた。義両親が今家で面倒を見てくれてるそうです。何よ、それ、ますますやばいじゃん。あんたの仕業？仕業なんて、人聞きが悪いですよ。恵子さんの旦那さんとは話があって、最近お友達になりました。それで恵子さんがここに参加することを聞いて報告をしたんです。やっぱりあんたのせいなんだ。どうしてくれるのよ。全部自業自得だろうがよ。合コンに参加しなければこんなことにもならなかったのに。元を正せばなるみさんに迷惑をかけなければこんなことにはならなかったのに。私のなるみさんをよくも。なるみさんの大切な友達の結婚式をぶち壊すつもりだったの？私のなるみさんを悲しませるつもりだったの？許さない。泣いて謝っても絶対に許さない。泣いて泣いて泣いて顔面をぐちゃぐちゃにして泣き叫んだら許すかも。いや、やっぱり許せないです。ということで、今回は仕返しをすることにしました。旦那さんは私とよく意見が合ういい方でしたよ。こんな人を裏切るなんて最低ですね。だって、旦那は愛が重いのよ。顔がいいわけでもお金を持ってるわけでもないくせに、私がいないと生きていけないとか、私がいなくなったら俺はどうすればいいんだとか、私はあいつのお母さんになったつもりはない。愛してくれる素晴らしい旦那さんじゃないですか。旦那さんには仲良くなった証に大切なものを逃さない方法をお伝えしました。私そういうの得意で。これで恵子さんは旦那さんから逃げることはできませんね。義両親まで出してきて何企んでるのよ。でも恵子さんはお子さんを愛してるんですよね。もし不倫して離婚なんてなったら親権を取られてもいいんですか？それは。今日は旦那さんとゆっくり話し合ってください。どうせそのトイレからこの席を通らずに出口になんて行けないんですから。でもぐだぐだ言ってんじゃねえよ。私のなるみさんに手を出しておいてお咎めなしとでも思ったか。今後一切なるみさんの周りをうろつかず迷惑をかけないと約束するなら、ここでおしまいにしてやる。もし約束ができないならその時は。いや、約束します。すぐに旦那と帰ります。お疲れ様でした。恵子さんは旦那さんと一緒に帰っていきました。ゆりもその後すぐに帰宅。ゆりは旦那さんに友達が合コンに参加して止めに行ってくると全部事情を話していたらしいから、特に問題はなかったみたい。恵子さんの旦那さんはゆりに似て少し粘着質な性格だったようです。子供と離れたくない恵子さん、離婚したくない旦那さん、利害の一致で二人は離婚することはないそうですが、恵子さんは遊ぶことができなくなりました。今回の騒動でどこに出かけるにも旦那さんから、どこに行くんだ、何時に帰ってくる
と質問攻めにされるそうです。またスマホの中に位置情報のアプリが入っており、どこに行っても筒抜けなんだと嘆いていました。そんな旦那さんですが、お子さんの前ではしっかりしているらしいので、そこだけが救いです。自分で選んだ旦那なんだから全部自分の責任。離婚するも離婚しないのも恵子さんの人生だから、選ぶのは恵子さん次第。あの人がどうなろうと知ったこっちゃないけどね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。